皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。いやー、前回ひどい目に遭いましたね。まあそのせいでね、いくつか武器を失って、買い替えたり、あとアーマーキングのところでちょろっとこう装備をね整えたりしておりました。ダスターコートもこうね、ちょっとずつこう傑作等級とかね、こう熟練等級みたいな。他の人はどうかな。あと侍のすね当て、これもね、ここら辺も買ってね、防御をがっちり固めました。この人ね、やっぱ他の人と違いますよね。色つくよね。こう種族カラーっていうのか分かんないですけど、ほら色が違うんだよね。これ侍の場合青くなってますけど、これは何のあれになるんだろうね。その人用なのか。あとね、おっちゃん、武術のおっちゃんね、両腕やられましたんでね、もうこのざまですよ。だったので、もう頭とかこう守り固めてね、あとこれね、武術ボーナスつく、まあちょっと固めの装備と、こっちも武術ボーナスつくね。で、両腕、筋力プラス23、筋力プラス23とね、もうね、両方とも傑作等級つけてやりましたよ。筋力ボーナスこれでね、つくんでね。火力もちょっとずつ上がるんじゃないかなと思いますけど、結構いい装備固めましたよ。ケンペアの兜でね、ちょっと近接攻撃落ちますけど、頭部 100% 守ってくれますし、シャツもね、傑作等級のシャツですから、まあそれなりに戦えるんじゃないかなと。でビープくんね、両足持っていかれちゃったんでね、こちらこのような形になってますけども、まあ、ただね、両足つけたのがなんとね、まあ、両方とも熟練等級の運動能力プラス31、プラス31と。運動能力は凄まじく上がっております。もう、あと、右腕しか残ってないね。まともな腕が。まあ、幸いにして、犠牲者は、なぜか出てないんでね。さあ、とりあえず今回はどうしましょうかというところなんですけど、ちょっとね、オクランの拳行ってみようかなと。敵の戦力の把握もね、兼ねてね。さあ、どうなるか。拳行くってなるとさ、そっちじゃないよね、絶対。こっちだと思うんだ。よし。ここ下ってくルートだよね、多分ね。どうかな、数で押し切れるかな。おお、なんでルート違うの。すげえルート地形な。大丈夫かな。途中で戦闘になるとめんどくさいことになりそうだ。さあ急いで。目的地までとりあえずね、来てくれればいいけど。なんかバラバラだな。大丈夫かな。さあ急いで。オクランの拳かなんかいるんじゃないかな、ネームド。盾はよく覚えてるんですけどね、バルテナさんってね。誰か動いてねえのいるし。どうなってんだ。誰で動いてないの。この引っかかるようになるのどうにかなんねえかな。人数多いからかな。今までなかったんですけれどね、正規版でやってた時。なんかどこでどうでもいいよ。なんか戦闘になってるし。何？何と戦闘になってんの君たち。あれ、誰が戦闘になってんの、これ。野党どもか、なんかめんどくせえことになってんな。
おい。グレンさんの武器もなくなっちゃったせいで、あのシェクからもらった武器になっちゃってますけどね。そう。いけ。これは深刻そうだ。さあみんな来て。あと来てないの誰だ。そんなもんか。アグヌさんさえ雇ってくれば。よし。とりあえず揃ったね。よし。では。お金もがっつり減っちゃったからな。30万あったのにこんなになりましたね。一番困ったのは食料でしたよね。シェクで買えなくなったし、ホーリーネーション買えないし。おかしいな、いつの間にこんなになってしまったんだ。まあ、シェクの瀬戸さんに関しては諦めます。なんかいるな。ああ、大丈夫そうだな。まあ、戦闘にはならないでしょう。いや、戦闘になりそうだな。いるわ。パラディンの声で57、パラディンで45か。まだちょっと勝てないかなぐらいか。叩き潰しとくか。オブランの拳行く前にやっちゃっていいのかな。やっちまうべきかな。始まったね。すべてを攻撃。行け、我らの力を見せつけろ。パラディンの声がちょっと多分強いね。ただまあ、我々の訓練のためには致し方ないですね。行け。おっちゃんどうかな。おっちゃんどう。痛いね。おっちゃんに頑張ってもらいたいけど。ダメだな、敵の数がやっぱ少ねえんだな。うん、パラディンの恋ぐらいじゃない、いいの持ってそうなの。シャツが普通等級か。ブリキ缶27の48、40、こっちの方がいいね。聖なるホーリープレートのこれ良さそうだけどな。好きになりさんいいの持ってんじゃん。よし、いらねえ。いいね、元気でな。とりあえずこのぐらいのレベルの敵ならやっぱね、クロスボウいる分ね、いけますよね。もう食料ガンガン消費されていっちゃう。意外とね、拠点作んないでね、なんかいるな。また同じのいるわ。意外とね、拠点を作らないでこう旅だけするってなるとね、結構厳しいもんありますよね。あの敵対組織増えてくとそこで買い物ができなくなってくるし、ワールドエンドとかそういう中立なところはしっかりとね、守っておかないと。さあ、どれぐらいの強さいるかな。ちょろっと偵察したいとこですね。出入り口は一箇所だったよな。よし。パラディンしかいなかったっけ、ここ。保証、保証、ホーリーネーション。ここ攻め落とすのはちょっと厳しそうじゃねえかな。
ちょっと行ってみようか。ああ、3人いる。多分ね、大物がどっかにいると思うんだよね。ああ、構えてんな。ちょっとドンパチやるには厳しそうか。いっぱいいんな。ちょっと夜になったら行ってみるか。おお、受動戦闘にしてないからこうなっちゃうんだね。あ、でも釣られてきたのいいな。お、B 君早い。早いけど。さすがにいきなり突っ込むのは自殺行為じゃねえかな。パラディンレベルしかいないからね。敵をおびき寄せた方がいいかもね。さあ、格闘。いいね。40。やるね。両腕を失った恨みをこいつらに晴らすんだ。よし。774か。地味にお金になるな。これ全部捨てとこうか。よし。お金は重要だからね。ああ。1、2、3、4、5人いる。1、他侵入経路って後ろ、裏からだったっけ？表から入るの結構きついかもな。おびき寄せるか、やっぱり。待って、これはやばいんじゃないの？パラディンの高位レベルが。あ、審問官いるじゃん。マジか。よろしくねえ奴らが来たな。ヘッドショットさん、この時のために私たちは弾を2つ用意していた。ヘッドショットさん、君の働きにかかっている。行け、審問官打ち砕け。00001111111。いや、痛いね。やめろ、弓矢部隊がやられる。審問官レベル強いからな、気をつけないとやばいね。クロスボウ部隊一旦移動しようか。いけいけいけ、よし。どういった？審問官をちょっとね、こいつらが撃たないとやばい。よし、ここぞという時にね。ああ、保証がいるね。よし、クロスボウさすが強いね。高品質、高品質、高品質。とりあえず武器、ああ、武器だけ募集しておきたい。高品質で固まってるね。ここら辺は、もらっていきたいとこだけど。パック、パック！ダメだ。止まんねえ。33の55。39の55。
防御率はこっちの方がいいのかな。下腹部と腹部守ってくれるけど。さて、ヘッドショットさん危ないからね、切り替えとこうか。さて、あとは突っ走らないようにね、みんな。こう、頭とかね、足とかね、ちょっと危ないからね。なんとか勝てたって感じだけど、やっぱさすがにこちらもダメージが痛いですね。よし。売り物にするにはちょっとだな。持てないもんね。普通投球。ああ、これはいいんじゃない？よし。これはパックに入れときたいね。このシャツは前に出る戦闘系の人には非常に有用ですよ。12-29。8の20か。若干下がるな。ミュウさんが装備するのでいっか。よし。さて、その他にも危ねえ奴らいるでしょう。投球か。高品質以上はいらんわ。よし。あ、これはいいね。さあ、もらって回帰薬も。これはパックに渡しとこう。よし。他は大丈夫かな。審問官も武術に下げたね。パラディンの行為が危ないからな。それ以外は大したことねえか。よし。起き上がったやつがいるっぽいな。起き上がったやつがいるっぽいから。よし。もう。こんな感じですよね。ちょっと敵があれだったな。夜行った方がいいかな。でも命中率こっちも下がるんだよな。やろってのか。よし。クロスボウ部隊は弓。ちょっと厳しいよな、戦うのはさすがに。やれそうな気もしなくもないけど、ちょっと試してみようか。あそこの上から、後ろから狙えねえかな。この小高いとこからの、これで射角でいけねえかな。よし。どう？おお、届くね。味方への誤射がある分、ちょっと気をつけないといけないけど、これよ。射程188メートル。撃ってないな。
ヘッドショットさんなら打てるか。よし、180。恐ろしい力だな。一発。君たち待ちなさい。ここはね、ヘッドショットさんの出番だよ。どこにいる？いないな。どこにいんだ？ヘッドショットさん、いけるか、そこ。どう？きついか？当たんねえか？当たんなそうだな。この車線ならどうだ。下がんないとダメか。いけ !165! 打ち込め !153! 意識不明。出血中でまだ生きてるか。そう。さすがにか。これはすごいな。普通に堂々と打ち込みに行ってもいけんじゃねえの。おお、出てきた。出てきやがって。うら、行け。近づけさせるな。よし。さあ、近づけさせるな。ヘッドショットさんの一撃見せてやれ。129。いけ。そろそろ誤射すると危ねえ時間かな。よし。これは突っ込んでも大丈夫かな。意外といけるぞ。よし。だいぶ削ったな。行くか。これもしかしてだけどさ、普通にさ、撃ち合えるんじゃねえの？ヘッドショットさんならこっから撃ち合えるんじゃねえの？俺はそんな気がしてきたよ。狙うのは。やべ、狙うのはっていうか来てんな。あれ？いたな。いっぱいわらわら来たな。いけ！ヘッドショットさん、射撃。あ、逃げてきたな。逃げたな。あ、やばいね。始まるぞー。警報作動中。クロスボウ撃ってるやついねえか。あ、撃ってるやついないね。これはいけるぞ。遠距離狙撃用として使おう。よし。邪悪なものがやってきた。さあ、いけ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 。さあ、ガンガン倒して。自然戦闘に任せるよ、あとは。防衛なのにね、クロスボウ撃つやついないというね。たるんでおりますな。邪悪は打倒すべし。はい。前出すぎたな、ちょっと。よし。ハムトさんが倒れてんな。カールさん担いで。いけ。ああ、そろそろね、これ夜の合図だから、下がるんじゃないかな。あれ、下がんない？ランプがあると大丈夫なのかな。これはいけるんじゃねえか。いや、でも気をつけなきゃいけない。
やつらはね、まだいるよ。厄介なやつ絶対いるから。まずどこに陣取るかだな。一旦休憩しよう。寝ながら始まったな。閉じる。おお、絶対誰か誤射したやついるだろう。128って絶対これだろう。66まで下がった。グリーンさんとかだな、原因な。やべえな、ここの中はちょっとよろしくないね。倒して、あぶねえ。グリーンさんはね、ちょっと応急処置して。他のメンツだよね。応急処置。いけ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 。倒せ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 。リグナさん当たってる当たってる。いやー、めちゃめちゃ誤射してんね、やっぱね。そういうことだよ。とりあえずグリーンさんはソマンさんの応急処置。大丈夫かな。何と戦ってっか分かんねえけど。ルカさんそっち行くとやべえんじゃねえか。どこ行こうとしてんのか分かんないけど、ちょっと待とうよね、そっちはね。よし、みんな応急処置応急処置。クロスボウ部隊応急処置。よし、この上だな。行くぞ。うら、撃て。いけいけいけ。させ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 。よし。ちなみに砲台の能力っていうのは、人員配置。ヘッドショットさん嫌な位置にいるね。ちょっと配置させよう。誤射をしないための配置が必要だよね。どこまで行ってる？あー、なんか戦闘がいろんなところで行われてんな。大丈夫かな。もう何でもありだな。高いところに陣取ってた方がいいかな。よし、一部下に行っとこう。外からの侵入を防ぎましょう。よし、リグナさんとキャットたちはまあここら辺で待っててもらおうか。戦闘部隊に頑張ってもらわないと困るからね。君たちが強くなってくれないと困るから。パックも戦わなくていいね。これポシュにし、コシュにしとけば動かねえかな、動物って。さあ、クロスボウ撃ってるやつら。これ誰か開けようとしてねえか。いけ、撃て。ああ、刺さってんな、残念だ。ダメだな。まあいいや、あやつが動いたら。よし、起きるち。さあ
外回りからの警戒はこっちの上から行けばいいかな。よし、はい、さあ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 、倒せ倒せ倒せ、いいよ。おっと、また室内入ってったね。何がいる？パラディンの声がいるね。パラディン。みんな攻めるね。そんな大丈夫なの？上にいる人たち大丈夫か？よし。手前でぶっ倒れてるのあれだね、ちょっと。武器だけは。危ないからね。銀配置。さあ、やられてる？ああ、じゃあやられてるね。ジョンさんもまだ生きてられるぐらいか。クロスボウ部隊。危ないね、撃たれるとやばいね。よし、上を確保しとこうか。よし、外回りは OK そうだな。おっと、やられたな。ピアさんたち大丈夫ね。よしよし、いざとなったらだよ。起き上がったら速攻で撃ってくれないと。治療キットないか。まあしょうがねえな。結構倒れてんね。 B 君もやられてる。なんか中いるかな。パラディンがいて、そっちの上になんかいる？不自由なのがいる。ああ、結構負傷してるね。パラディンの声がいた。それはちょっときつかったか。階段で戦うのよろしくないでしょう。ああ、やられてく。クロスボウの人一人入れるか。ちょっときつそうだね。クロスボウの援護ないと。援護ありきだったからな、やっぱな、今までが。よし、これがいいんじゃない。いけ、さあいけ、いて、やばい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 。あー、グヌさん不自由。撃て。よし、汚れた女。なんか転がってきた。一人一人とまた倒れていく。シュリ、よし、クロスボウ、クロスボ。強いね、さすがに。お、やったか。こいつらの武器を募集しないと一生来そうだね。よし、はい、マッパにしといて。いけ、大丈夫かな。みんなどうなの。
保証ホリネーション。いけ、カゴメ。あれ誰か転がってんな。上にパラディいるじゃない。さあ行け、サトニルさん、ランベルさん。敵の方が強いからな。行け、よし。はい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 。修理しといた方がいいね。これも武器だけ解除しとこうか。そこにいるのも武器だけもらって、そこにいるのも武器だけもらって、数減らさないとやばいね。ペテンシメ、倒せー。ゲッ、よし。各自一旦集まろうか。起きてる人、不自由な人が多いね。一旦集まろう。よし、みんなで応急処置、速攻で回復させて。はい、ダンベルさん修理。ラフチーフ、はいはいはい。弓手だな。危ねえのがいるぞ。よし、その手前にいるのも、手前にいるの攻撃してくんねえのか。うん、よし、いいね。大方やったか。よし、よし、カバンみんな持ってねえからな。さあ各自回復終わったかな。とりあえず一旦中央に起きれる人から集まろうか。よし、どう？まだいるっぽいね、やっぱね。グリーンさん、シルバージェットさん、全員集まるか。いった、全員中央へ集合。さあこの中でとりあえず今倒れてるのが数人いらっしゃいますね。ジョンさんを回収、オロンさんの回収も行かないとね。オロンさん回収。シュライクさんは、シュライクさんなんか動いてんな。いけ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 。そう、寝かせらんねえかな。寝かせられたら大きいけどね。だよね、そうなるよね。あとソマンさんさえ担げばとりあえずか。
そう、まずは担ごうか。よし。さあ、あと入ってない建物どっかあったかな。この奥にもいるよね。一個ずつ見ていくか。トラビスさん倒れてんな。よし。いるじゃねえか。やっちまえ。結局まだまだいっぱいいたというね。よし。オッケー。真ん中か。ここか。何かいるかもしれない。一人だけか。一人だけっぽいな。フィンガーさん。で、よし。武装解除。飯が欲しい。飯じゃ。飯をよこしなさいな。ドライミート干し魚。パン。ドライミート。グロックも欲しいね。この程度しかないのか。樽の中は入ってないのか。食事。ご飯を求めている。よし。これはお酒だるか。飯あるね。クリームフルーツはいいかな。ラムなし。ああ、持てない。ここは？何もいなかったのか、ここ。いなそうだね。いなそうだね。で寝れないんだもんね。これ良くないよね。まあ、ここの取るのは後にして、上行こうか。多分上にいるでしょう。忍び走りがいつの間にかできなくなってんな。どうした？よし。上にも警備兵いたよね。倒せー。最後の戦じゃー。よし。さあ来たぞー。さあ行け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 。入らせるな。やつら追い払え。お、ウィンワンさん行くね。外っかにもパラディンがいたか。狙撃部隊は大丈夫だね。危ない。オルムさんがやられた。あ、違うね。警報。おとなしくしろだって。そんな言葉は悪い。ああ。おじいちゃん。ああ、グレンさん。グレンさんまで、あららららららら。ああ、シュライクさん。シュライクさん。ああ、モラフチークさん。やるじゃねえか。あらららら、またハムウッドさんもな、転がってっちゃった。
やべえな。いけ。ああ、炭酸。よし。どうした、どうした、どうした。これしようよ。挟み込め。いけ。いいの入ったね。みまさん。倒して。やはりね、クロスボウがいないとこういう戦いになりますよね。やはり厳しいんですよ、我々だけでは。僕らの拳まだいるっぽいな。あー、ちょっとね、これ回復するの時間かかりそうだね。はい、物に落としても浄化すべ、賞金稼ぎ。さあ、とりあえず一旦中入ろうか。中入るんだけど、倒れてる人がいると。担げる人担いで。はい。この腕じゃ無理。サトニルさん。はい。ということでね、オクランの拳にはネームドいなかったっけ？いそうな気がしたけどね、どうやらいないようですので、いいのかな、これで。いいのかね。ちょっともう一回見てみようか。はい。いないね。あそこにいるぐらいかと。はい。この中は発電設備だもんね。パラディの恋、大抵が足飛んでるからね。いたわ。いやー、やばい。飲み込んだな。何もねえな。武器キャビネットにも何もないし。どう？これで死亡表記にならないね。まあね、ちょろっとね、あとはね、ここら辺周辺で休憩してからね、またね、別のところ行きたいなと思います。ここら辺には奥らの盾あるけど、縦行く前に、どっか軍事基地っぽいのあればいいけど、ないんだよね。まあ次回、まあこっちの、南下していきましょうかね。ちょっとずつね。縦は様子見てから、やっていきたいなと、思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。